SKE カフェがああ閉まるみたいですなんか閉まるって聞きました年内で閉まるけど行ったことはありますかんんないな私名古屋行ったのが二次審査が初めてだったので二次審査で初めて行ったのでえ行きたいんですよ 行っていいかな行こうかな最終審査の時に行こうかな行っていいかな入ったら切れるよ確かに確かに入れるのかなでも。 仙台で握手会あるのは菅原さん選抜で頑張ってくれてるとおかげだよ確かにそうですよねなんかそれで仙台でのイベントが多くなったみたいな衣装パンチラインがかわいい着てほしい着たい着たいですなんか制服っぽい衣装とか着たいないっちゃい行っちゃい 行こうかな、本当に。え、栄え駅で降りればいいんですか。何駅で降りればいいのかな。駅から近いのかな。え、本当に行きたい。行こうかな。 行くことがいいかどうかは言えないけど行ってみたらいいと思う多分大丈夫ですよね全然行こうかなもう一人で行くの寂しいな誰かと行きたいなんか高校生の子で一緒に行ける子とかいないのかな駅からすぐそうなんだ 地下鉄ささ栄駅の8番出口栄駅8番出口地下鉄じゃない地下栄駅そうなんだすぐなんだえ行こっかな本当に行くかもしれないです年内で閉まっちゃうから行くかも かもですなあどんなものがあるんだ写真撮ろういっぱいあもうなんか腰が痛い背中とかが痛いずっと同じ体勢だと。 待ち合わせよ <laughs> 待ち合わせいつ行くかは秘密ですよでも最終の時に行こうかな観覧車えそれ乗りたいそれ乗りたいんですよでも一人で乗るのは寂しすぎませんか観覧車に一人で乗るのは寂しいですよね 中丼あるえ食べたいお米食べたいお米もし見たら私のこと知ってる人なんていないか SKE カフェ行ってもカフェ行っても知らないよな誰も。 普通に坂への観覧車一人で乗るよ一人でもいいと思います全然けど誰かと行きたいなって思ったでも私も一人で何でも一人でするので何でも一人だから結構買い物も一人で行くし でもディズニーとか一人で行けますか八番出口のサンシャイン栄です駅場は2階ええー、本当に行こうよく一人で乗ります誰かいないかな一緒に乗ってくれる人 観覧車乗ると公園に入れる可能性があるからねえそうなんですかどういうことだろう?「牛丼丸はみよ丸公安」え食べたいすごいメンバーが考えた感じなんですか食べたい手羽先食べたい手羽先 一人ディズニーは一人ディズニー辛すぎませんか行ったことないですけど私はでまずディズニーしばらく行ってないないつ行ったっけ中3中3の時に行ったくらい2年前かな行った最後に行ったのは何歳なの 17歳の高校2年生です男のディズニー1人はつらいまず遠すぎますもん私のとこからディズニー観覧車乗るとファストパスっての